皆さんこんにちは、エイジ君です。さあ今日ですね、こちらを食べながら語っていきたいと思います。キワ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 ということで、はい、マクドナルドの01番、こちら書き下ろしのあのパッケージになってます。これすごい新規書き下ろしイラストですごいあのね人気なんていうことで、食べながらにいろいろ語っていこうと思う、久々に語りたかったのねということで、こちらでございます。キラ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 、はい、月見バーガーですね。これめっちゃなんかさ、ネットでバズってるよね。こちらもあの、書き下ろしの、はい、あの、パッケージになってて。やっぱ書き下ろしだよね。やっぱジャケ買い大事、ジャケ買い。やっぱ顔大事よね。あとこちらです。はい。マックのポテトですね。こちらあの、既存イラストなんですけれども、その既存もやっぱりさ、立ち絵、なんだかんだ立ち絵もいいよね。あとこちらです。キラ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 と。月見パイ、こちらはあの、新キャラですね。新キャラパイ。なんかさ、やっぱアプリってさ、新キャラ追加しかないと盛り下がったりするからね、ということでね。食べながら語っていきたいと思います。ということでね、いろいろね、語りてんだよ、ちょっと。なんかさ、オタクの話もくださ、こういうなんか、エイジ君のダラダラ話結構需要あるっぽいので、ちょっとね、あ、食べながら語っていきたいと思います。ゲス、プリキュア 5! ということで、まず一つ目。最近ね、すごいね、考えると、この活動っていつまでするんだろうっていう話。なんかね、最近すごい思うんだけど、このね YouTube の活動とかを1から10、1がスタート10が終わるって考えたら、なんか5が過ぎたなって感じがするんですよ。中間から終わりの方に入ったな、その期間に入ったなって思ってから、すごいなんかね、やめ時っていうかやめ際をめちゃくちゃ考えるようになって、なんかやり残したことないとか、やりたいことないとか、いつ終わらせるとか、すっごいそういうことばっか最近考えるんですよね。いろいろ僕その YouTube 始めて、多分なんつうのユニットの活動とか含めたら3、4年とかになると思うし、結構ねそれより前コスプレとかいろいろ考えたら結構ネットは長いんですけれども、特に目標っていうか、なんか楽しんではやってるんですけど、なんか明確な目標もないし、例えばさ、僕も結構ね、あの、おじさんなんですよ。みんなさ、エイジピそんななんか見た目若いよとか言うけど、なんか年齢的には結構おじさんで、将来のプランとか考えた時に、なんかこのままでいいのかなとか、その YouTube に使ってる時間を別の時間に使った方がいいんじゃないかとか、いろいろ考えたりするんですよね。僕もね、昔はね、こう YouTube でやりたいこととかあったんですよ。コラボしたい人いるなとかいろいろ考えてて、一番目標だったのが、その 2.5 次元舞台俳優さんとコラボして、普段じゃ見れないお話とかをコラボでするみたいな夢だったんですけど、正月だったかな、やりたいことを、目標をね、動画で話した時に、2.5 の俳優さんとコラボしたいですって言った時に、エイジ君は好きだけど、俳優さんとコラボしてほしくないですみたいな意見とか結構あって、まあ別になんかそれはさ、否定とかじゃないですか、単純な意見だと思うんだけど、確かに 2.5 次元ってなかなかまだデリケートな業界だから、いきなりさ、ね、こう YouTuber とかとコラボして、なんか不快に思う人の方が確かに多いのかなって。自分のこと知ってくれてる人だったらさ、あ、コラボしたんだって思うし、普通の人だったらさ、あ、なんか知らない YouTuber さんとコラボしたんだだけで終わるけど、不快な人もいるんだ、そう、確かにそうだよなってなったら、自分は楽しいと思うけど、周りにそのコラボすることによって不快な人がいるって考えたら、自分の夢を叶えた時に不快になる人がいるんだって思った時に、え、それ夢じゃなくないっていうか、なんかその、自分の夢で不幸な人がさ、ちょっと想像するってなんか初めての体験で、不快な人のこと気にしたくていいじゃんっていう意見もあるかもしれないけど、やっぱりなっていうの。そう考えた時になんか、別に無理にっていうか、そのなんか夢がなくなったんですよね。なんかいろいろ考えて、まあ確かにと思って。やっぱさ、1000人の人が喜んでくれたとしても、100人の人が不快だったらと考えるんですよ。なんか自分だけのことならいいんですけど、自分じゃない人のね、域まで行くので、なかなか難しいなと思った時、夢じゃなくなったっていうか、やりたいことではあるんですけどね、変わらず。だからそう考えた時に、え、YouTube でやりたいことって、YouTube ってやっぱさ、結構10万人からがなんか、本腰っていう感じのイメージが僕の中であって、結構行くの時間かかるなと思ったんですけど、やっぱそもそもさ、なんか一般人がさ、もうそろそろでチャンネル登録して5万人なんですけれども、一般人がさ、こうやって5万人行くって結構すごいことだなって自分の中で、数字の目標的には、いや5万でもすごくねって結構納得できて、他人と比較したらさ少ないのかもしれないけど、僕の中では、まあ、5万って普通になんか難しいし、なんか納得できちゃって、でもなんかそうやり残したことないかなとかいろいろ考えたりします。あの、もちろんね、今すぐやめるとかでは全然ないんですけれども、その、1から10の5を過ぎたあたりから、なんかすごいそれを考えるようになって、他の YouTuber さんとかさ、どう考えてんだろう、まあ、とりあえず楽しいから続けるっていう人もほとんどだと思うんですけど、そこら辺のなんか線引きみたいなのがね、すごい考えるようになりましたね。でもさ、これ元職場とかでもそうだったんだけど、てか辞めるってさ、みんなの中では結構後ろめたいものみたいなことあると思うんですけど、僕の中で辞めるって結構チャレンジでワクワクするもので、前の職場も前の前の職場も辞めた時ってすっきりした気持ちだったんですよ、辞める時って。結局その、使ってた時間が空くから新しいことにチャレンジできるし、新しい自分に会えるって考えると、必ずしも辞めることって悪いことじゃないし、なんか新しい自分に会えるんだっていうワクワクは今まで僕の中で強くて、なんかね、難しいなぁ、なんかいろいろ考える、そういうこと考えます。
でね、一つめっちゃ考えるのが、僕、海外にすっごい一回住みたいと思ってて、よくさ、海外に1、2週間行っただけで、なんか海外界隈でして刺激もらってとか言うみたいなさ、バカにする人いるんだけど、結構ね、やっぱね、海外に僕、そのシンガポールとか結構定期的に行ってるんですけど、僕の中ですごい刺激的で、例えば、前の職場でアニメグッズ作ってたんですけれども、その、海外に行った時に、日本で作った商品が海外のお店に並んでて、あ、商品を届けるとか商品を考えるって必ずしも日本人だけじゃないよなって考えた時に、僕の中ですっごい視野が広がって、限界を感じたんですよ。売り上げとかなんかそのやりたいこととかになった時に、その会社で限界を感じた時に、あ、確かに海外にも広められることできるんだって考えたら、まだまだやれることたくさんあるよなと思って、それでね、海外に行って刺激になったし、あとね、一番すごいね、僕の中で刺激的だったのは、海外の人はなんか他人を本当に気にしてないし、自分をめちゃくちゃ持ってるんですよ。僕って結構他人とか気にしがちだったんですけれども、あ、自分を持ってていいよな、他人気にしなくていいよなって僕の中ではすごい刺激的で、いい意味で自己中に生きてるんですよね。結構僕の中で、あ、確かに自分を持つって大事だよなってすっごい刺激もらったりとか、1、2週間行くだけでもだいぶね刺激をもらいました。で、僕の中でやっぱシンガポールって経済面とか街の綺麗さとかいろいろね考えた中で、やっぱり一回ね、長期で住んでみたいって思う街で、海外に住むってなるといろいろ準備必要なんですよ。その就労ビザとか、まあ、進むとか英語の勉強とかってなった時に結構長期で準備しなきゃいけないよなと思って、ただ僕の中で海外に住めて35歳までにやりたいんですよ。なんでかっていうと、35以降も住めることは住めるんだけど、多分学びたいとか新しいことにチャレンジしたいとか、その学ぶ記録みたいなのが多分35から下がっていくじゃないけど、探求心みたいなのがなくなっていくんじゃないかなって考えた時に、絶対35までに行った方が吸収できるものって多いよなって考えた時に、35はもっと先だとは思うけれども、今から準備しておかないとダメだから、海外に住む YouTube 活動するとか、そのね、この年になってすごいね考えますね。結構ね、そのシンガポールに住んでる YouTuber さんとか海外の YouTuber さんめちゃくちゃ見るんですけど、メリットデメリットいろいろね並べて教えてくれたりとかしてて、なるほどなと思って、人生の話とかできる友達があんまりいなくてさ、特にこう YouTube やったりとかチャレンジする業界にいる人の友達がなかなか少ないので、どう考えてる将来っていう話もあんまできなくてね、逆にね、みんなの知りたいなってすごい思います。あと今はね、こう YouTube とかやりやすい職場にいるんですけれども、動画とかじゃなくて、その会社に全力を注ぐような仕事もまたしたいなってすっごい考えてる。だから一番勤めたいのは今アプリ会社だよね。前はそのアニメグッズとかアニメ業界に関わってたんですけど、作る側版元とかすごいやりたくて、だからアニメの版元とかアプリ業界とかすっごい行きたくて、だからそれって多分本当にお客さんがこれが楽しいとか、こうやったら売り上げ上がるとか、こうやったら盛り上げるみたいなのを全力で考えないといけないと思うんで、多分 YouTube とかの活動が劇的に減ると思うんですね。ただそういうのがさ、やっぱりさ、将来のスキルになったりとか経験になると思うから、そこもチャレンジしたいなと思って、だからやりたいこといっぱいありすぎて、その何を順番にやったらいいのかなって、もう若くないから順番ミスると結構ね、できなくなることも増えるし、将来考えるとね、そのスキルとかやりたいことをやらなきゃいけないこととかね、並べた時に結構迷いまくっててね、なかなかそこ難しいとこだよなと思って。え、待って、全然マック食ってねえじゃんお前みたいな。やっぱなんか喋ってるとさ、噛めないんだよね。だからちょっとちょっと食べながらやる。うわ、月日うまそうということで食べてこうと思うんですけど。うん。うま太郎。あとさ、これを持ってる人多いと思うんだけど、コロナの期間になって、お家にいることが増えて、なんかさ、恋人、今まであんまり欲しいと思わなかったんだけど、すごいなんかね、結婚とか恋人とかについてすごい考えるようになって、友達とかに、え、恋人さみたいなとかね、結構相談するようになりましたね。なんかやっぱさ、人恋しいっていうかさ、恋人なとか年齢的にもそうだし、結構ね、恋人ってワードが自分の頭の中になかったんですけども、すごい考えるようになって、でもなんかね、恋愛は楽しいんだけども、結局さ、悩みが増えたりするじゃん。そこも大変だなって思ったりしますね。結構さ、僕が言われるのが、なんか優しすぎるって言われるんですよ。それどうしたらいいのみたいな。いや、確かにわかる。自分もさ、結局さ、モテる男ってさ、ちょっとチャラそうとか、なんかちょっと浮気しそうとか、ちょっとそっけないとか、そういうなんかさ、塩っぽい子がモテるじゃん。わかるよ。アニメキャラでも、優しい優しいふわふわよりもさ、もうなんか、はみたいな、こう、ちょっときついっていうかさ、あ、男っぽいな、みたいなのが、モテるよね。わかるじゃん。もうさ、何優しすぎてどうしたらいいみたいな。でもさ、仕事とかになれないじゃん、なんか。はとか。なんかむずいよね、恋愛って。え、なんかウケんだけど、HP が恋愛とかさ、なんか1ミリもさ、YouTube なんか見てる人からしたらさ、全く印象ないと思うからさ、ウケると思う。え、なんか HP の恋愛について語ってんだけど、マジウケるよね。いや、でもお互いさ、高め合えるパートナーとかできたらすごい嬉しいなと思ったりしますよね。むずすぎ、なんか仕事、恋愛、年齢、なんか難しい年になってきたけど、ここをね、乗りこなせたら楽しいんだろうなって思うな。でも悩まず楽しむべきだよね。うん。分かってんだけど難しい。でも悩めることっていいことなのかもね。うん、分かんない。
ということで、エイジ君あるあるマック食いますって全く食わずに語る回でございました。なんかね、こういう話いいよね、楽しいよね。なんかダラ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 考えてることを話すの僕も好きなので、またやりますね。あのお悩み相談とかもまたしますんで、よろしくお願いします。ということで、この後マックゆっくり食いたいと思います。またねー、チキンバーガー。